にちは、みゆです。今日は北海道の札幌市に来てます。今、宿泊するホテルの前にいるんですけど、前回佐賀県で仕事した時にホテル動画をね、撮ったんですけど、結構その動画で勉強になりますとか参考になりますとか知れてよかったですとか結構いろんな反響があったので、コメント見ててもう一回ね、ホテル動画はいろいろ撮っていきたいなと思ったので、今回北海道に来てるということで宿泊するホテルも撮っていきたいと思います。なんてホテルですか？ここにね、書いてあるんですけど、ニューオータニ札幌さんです。まあ、ニュータンにはね、有名だと思うんですよ。各地にあったりとかすると思うんですけど、そのね、北海道の札幌にあるところに行ってます。今回宿泊するホテルの部屋はどういう部屋なんですか？動物園とコラボしてる部屋で、同じく札幌市にある丸山動物園ってところがあるんだけど、そことコラボしたお部屋になってます。で、今年のね、8月1日にニュータニ札幌さんが40周年をね、迎えるそうで、そこのお祝いということで丸山動物園とコラボしたお部屋ができたみたいなんですよ。ちなみになんかその、ね、動物園の中でも北極館っていうのね、あるらしくて、その動物園行ったことないんだけど、その、ね、北極館をイメージしたというか、ちょっとこう北極熊とか北海道らしい動物がいるお部屋になってるので、ちょっと楽しみなんだよね。じゃあ行ってみましょうか。はい、行きましょう。この電気も、本当だ。すごい細かいところまで、かわいい。ちょっとお部屋さん、すごい身長測れるんやけど。ホッキョクガマが2メートルってことですね。そういうこと？すごい。ちゃんと車椅子でも入れるスペースがありますね。そうね。ここに座ると鏡ちょっと高くて見えません。ここまで欲しいね。でもすごーい。これドライヤーね。ドライヤーとか低い位置にあるから、石ころさんともめっちゃ低いし、ここもさー、かわいい。肉球、足元の肉球に、ほらー、めっちゃ手元にグーって、コップもね、こんな感じで開けます。動物園で売ってるやつなのかな、これは。コップ欲しい。持って帰っちゃダメって言ってた気がする。アザラシもいまーす。ちなみにね、結構このクッションふかふかなの。座ってても痛くない。ふわふわしてて。はい、じゃあこっちは。お風呂でーす。お風呂今回ユニットバスなんだね。あ、ここは。この部屋はユニットバスですね。こんな感じで。ギリギリまでは入れるんで、トイレとかは。こんな感じですかね。失礼します。ちょっと濡れちゃうのは怖いですけど、ただ扉は私の前開けっぱになるけど、そこがねスライドドアなの。だからそこのお部屋のドアを閉めちゃえば見えないかなって感じかな。って感じで、あとここの下でお風呂入ります。お風呂入る場合ですね、シャワーするときどうしますか？シャワーでも高いところにあるから、それはもうね、下にね、下ろしてもらう。フロントに電話して、従業員の方に来てもらって、下ろしてもらったりとか。まあ今みたいに、スタッフと出張しようってなったら、まあスタッフに逆に電話して来てもらって、下ろしてもらうみたいな感じかな。まあでも以前の動画もそうですけど、結構その上にかかってること多いじゃないですか。事前に車椅子ですって言っておくことで、下に下げといてもらえるとすごい嬉しいですよね。あとね、シャンプーとかもね、奥だとね届かないから、手前だとありがたいですね。まあ奥の方が見栄えはね確かにいいんだけど、おそらくマニュアル通りなんで、そうけど、なんか私の場合はね、ここでお風呂床で入るからちょっと取れないからね、手前にやると助かります。あとさ、ちょっと思ったんだけどさ、トイレットペーパーがさ、横についてんじゃなくてさ、まさかこの正面なの。あ、そうですね。届くのかな。トイレ行ったとして、こんな感じ？結構しんどいですね。事前に何枚か取ってた。何枚かこうロールにして、ここ置いたてしかないかも。ね、手前は取りづらいかも。横とかじゃなくてね。まあ作り上はしょうがないんでしょうね。まあ、でも全然行けたくないし、ニュータニ
さんはあの別の階にあの多目的トイレがあるんで、よし、まあ全然ね、あのバリアリーフリールームじゃないお部屋ですけど、わりかし自由度は高いです。ちょっとこの辺は後にして、まずお部屋行きましょう。おやすみ。かわいいじゃん。これミュウの目線なんだけど、めっちゃかわいい。こんな感じになっております。なんかアトラクションみたいですね。寝れるってこと？そうですね。あれだよね、トイストーリーみたいに夜になると動き出すとかないよね。その奥のこの丸い玉みたいなの。あ、そうそう、これね、あの天井にね照らすとプラネタリウムになるの。夜ちょっと後でやってみようか。あの机とかもね入りやすくてね、ちょうどいいんですよ。高さがですね。そう上にアザラシいますね。またいます。でね、ここのね、カーテンのとこもオーロラになってて、北極をね、イメージする。オーロラが見えてる感じになってます。そこも北極側の。そしてこっちも。前ですね。うん。で、見て、真ん中にもまた北極熊いる。じゃあちょっと、ふわふわじゃらした。どう？ふわふわしてる。同じぐらいの大きさですね。むしろワンちゃんこっちの方がでかいんじゃない？どう？ゆうちゃんの方がちっちゃいですね。かわいいし気持ちいいんだけど、めっちゃふわふわしてる。そう、抱き枕やん。でも抱き枕にしたらでかすぎるんだよね。ね、この部屋でもすごい広いですよね。全然車椅子でもなんか快適な広さ。そうそうそう、白クマがいても確かに全然そこの机と白クマの間通れるしね、車椅子で。ウェットとベッドがさ、そもそも間通れないこと多いからさ、なんかいつもこっから移って上まで行かなきゃいけなくて、上でコンセント挿すとかなんだけど、間が通れると横から移れるじゃん。そうね。だからここのね、間が空いてるっていうのも嬉しい。そのままコンセントもさせるし。そう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 、コンセントと USB みたいなこと。あと電気もね、ここなのがね、ありがたいかな。電気は比較的ね低いところにあるの、ここにもあるし。それもありがたいですね。うん、でさっき飛ばしたこの辺も、これは何？ああ、お茶とか低いところにあるから取りやすいね。こっちが冷蔵庫です。ちょっと私あの昨日買ったものが冷蔵庫に入っておるんですけど。でこっち行きます。家みたいじゃないと、なんか作りやホテルとは思えん。広々してますね。そう、ハンガーはちょっと高い位置にあるから、まあでも取れるわ。なんだかんだけどちょっと大変だね。物かけたら大変かもしれないから、あの S 字フックが欲しい。 S 字フックがあるとその S の部分にかけれるから、その分下がるのね。だからわざわざ低いポールとかは入れないんだけど、 S 字フックとかがあるだけで届くから、そういうのがあるといいね。なるほど。下はね、ちょっとここら辺であの寝巻きとかが入ってます。感じです。はい、ということでね、お風呂入るときになんかどんな感じかイメージつきにくいと思うから、実際やろうと思うんだけど、このなんかお風呂マットはなんか持参いつもしてなんか大体 A4 サイズくらい、これをね、いつも引いてます。で、この上に乗っていつもお風呂って感じ。床だとね、痛すぎて座れないんですよ、私長時間。だからこういうのを用意してます。で、よいしょ、こんな感じで座ります。ここでね、今こう座った状態で本来なら洋服を脱ぎます。で、脱いて車椅子の上に置いて、で、実際着るものも車椅子上に置いてて、あとバスタオルとかも置いてます。これとかはこういうとこに置いて、1枚はこうやって広げて、でもう1枚を置いてここに置いてって感じ。おーおー。で、この足拭きマットをペダルのところに引いてます。ここね、汚れてるからさ、ちょっとここはね、あのスライドドアじゃないから完全には閉めるまで下げれないんだけど、まずある程度ここに引いちゃって、あとでも引っ張ってこれる距離ぐらいに引いて、で、まあ、ちょっとこうやって一瞬だったらいけるからさ、こうやって移動してくる感じ。なるほど。はい。で、まあ、見ての通り分かると思うんだけど、シャワー上だと届かないじゃん。下にあるとまあね、ギリ届くんよ。
そうそう、だからこれ上だとこんなの取れないから、これあの下にあるとありがたいって話なんだけど、このねシャンプーとかもここにあると私はありがたくて、こうほら届かないわけよ。手前がね1本も届いたとしても、これでね2本の限界なんですね。なんでここの手前にあるとまあありがたいですね。で、基本的には前にも言った通り、この湯船の側面を背中に当てて、これを背もたれ代わりにしてこうやって洗ってます。じゃあ一人でホテルに泊まるときはお風呂入る前に今の確認してスタッフさんに電話するんですか、ね、あ、そう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 、まああのスタッフさんと出張一緒のときは、まあ、別の、ね、部屋にいるスタッフに電話して、あのちょっとシャワー整えてんだけどって言ったりとか、例えばバスターちょっとしんだけどとか、届かないものを一通りそのとき下ろしてもらったりとかして、まあ、済ませるけど、まあ逆に一人の出張も多いから、そういうときはもうフロントに電話して、シャワー取ってもらいたいんですけどって、まあ、車椅子ユーザーでみたいな話をして、で、あ、わかりました、今伺いますって大体言ってくれるから、それで下ろしてもらったりとかしてます。なるほど。はいはい。でね、トイレがね、さっき気づいたけど前にね、トイレットペーパーがあるから、どんな感じになるかなと思って一回やってみたいと思います。まず、こっち座ったら届かないから、まあ、ね、適当になんかこう使う分、まあ1個じゃなくて多分2個くらい、2、3個わかんないけど取って、どうしようかね、開けてギリギリまでは近づけるんで、そっから行って、おっと、ここにね2、3個分置いといて、まあ、済ませて取って、まあ、布巾の流す、ここだ、これ流すって感じです、ギュッて。で、まあ流したとしたら、あとは戻るだけ、よいしょ、こんな感じになります。まあちょっと大変ですけど、いけますね。まあそうそう、使える使える、私の場合ね、絶対使えるなって思っちゃうし、まああとも別の階に多目的トイレもあるので、全然難しいよって子は多目的トイレに行ってもいいと思う。はい、ということでですね、今日は札幌市にある龍大谷の可愛いお部屋に泊まります。ということでね、動画を回してみましたけども、なんか実演とかも踏まえて撮ったので、またねこの動画も参考になったりとか、こんな感じで過ごす人もいるんだなって感じで知ってもらえたらなと思います。最後、ここがちょっと使いにくかったなってとことかありますか？使いにくかったとこ、なんか基本的にでも全体的にやっぱお部屋は広めだから、わりかし車椅子の動きって動きやすくて、だから狭い部屋ほどさ、この家具ってもうちょっとこう置いてほしいなとかって出てくると思うんだけど、まあ、広いからこそあんまり気にならないっていうのが正直な感想ではあるけど、まあ、やっぱりそのシャンプーの位置とか、あとトイレットペーパーの位置ね、あれはなんかどうしようもないかもしれないけど、あれが届きにくいかなって思った感じかな。けど、こうとかけのとことかは、まあ、一時服があるだけで、基本的に解決は割りかしてきたりとか、一つこれがあれば解決できるってところもあったのかなとか、シャンプーのね、置き場とかもそうだけど、の割にね、こんな可愛いお部屋泊まれるって、あんまないじゃん。なんか結構可愛いお部屋とかって、まあ、狭いとかあると思うんだけど、広さが分かりづらいとかね。でも全然ここは広いし、マフアザラシとかもさ、基本的にさ、どっか棚の上とか、ベッドの上とかにいて、床にいるっていうのは、ほんとそのホキョクグマぐらいだから、なんか動きづくいとかっていうのもないなと思った感じです。ね、ニオタニ、今年8月1日で、開業して40周年迎えるそうなのでね、マリアム動物園とのコラボのお部屋ということでしたけども、まだまだこれアップしてから8月1日何日もやってるんだこれ。ちょっとそれが分かったらテロップ入れときます。けどもう、期間中ね、よかったら行ってみてください。ということで、今日は私はこの子と寝まーす。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお待ちしてます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。